写真拡大音楽ユニット電気グルーヴの目。ウバーで俳優のピエール滝こと滝清則容疑者51が12日コカインを摂取したとして麻薬取締法違反し用の疑いで逮捕された。電気グルーヴで滝王疑者とタッグを組む石野卓球51は関係者によると相当なショックを受けているという。頻繁にコメントを投稿してきた自身のツイッターも逮捕後は13日午後8時までに更新はなく憔悴ぶりを伺わせた。電気グルーヴのツアーファイナルとなる今月15日16日の東京公演は中止を発表。4月27日28日には荒履ロックフベスト1019、7月28日にはフジロックフェス、ティバル一重陰陽府19と野外フェスの出演も予定していたが、石野の単独出演の可能は低く、キャンセルするとみられる。ユニットはデビュー30周年とあって、春以降も精力的にステージをこなす意向だったが、すべて白紙に。 CD や映像商品は出荷が停止され、店頭から回収されることになった。所属事務所は公式ホームページで関係各ところの皆様、ファンの皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。本人の処遇につきましては、捜査の進捗を見守りつつ厳正に対処してまいりますと謝罪。滝容疑者には近日中にも解雇も含めた重い処分が下されることになる。写真拡大音楽ユニット電気グルーヴの目。ウバーで俳優のピエール滝こと滝清則容疑者51が12日コカインを摂取したとして麻薬取締法違反し用の疑いで逮捕された。電気グルーヴで滝王疑者とタッグを組む石野卓球51は関係者によると相当なショックを受けているという。頻繁にコメントを投稿してきた自身のツイッターも逮捕後は13日午後8時までに更新はなく憔悴ぶりを伺わせた。電気グルーヴのツアーファイナルとなる今月15日16日の東京公演は中止を発表。4月27日28日には荒履ロックフエスト1019、7月28日にはフジロックフェス、ティバル一重陰陽府19と野外フェスの出演も予定していたが、石野の単独出演の可能は低くキャンセルするとみられる。ユニットはデビュー30周年とあって春以降も精力的にステージをこなす意向だったが、すべて白紙に。 CD や映像商品は出荷が停止され、店頭から回収されることになった。所属事務所は公式ホームページで関係各ところの皆様、ファンの皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。本人の処遇につきましては、捜査の進捗を見守りつつ厳正に対処してまいりますと謝罪。滝容疑者には近日中にも解雇も含めた重い処分が下されることになる。